トーマス・ムスターは、オーストリア・シュタイアー・マルク・シュー・ライプニッツ出身の男子、プロテニス選手。オーストリア人のテニス選手として、最初の4大大会優勝者になり、1996年2月に、同国のテニス選手として、初の世界ランキング1位を記録した。左利き。ATP ツアーでシングルス44勝を挙げる。身長180センチメートル。 体重 75kg。1995年全仏オープン男子シ,シングルス優勝。マスターズシリーズ優勝8回。1984年から男子テニス国別対抗戦デビスカップオーストリア代表選手に選ばれ、1985年にプロ入りした。彼が代表入りした頃、オーストリアはデビスカップヨーロッパゾーン準決勝止まりのレベルだったが、 デビスカップ1986で初めてゾーンの決勝戦に進んだ。1986年1987年はヨーロッパゾーン決勝で敗れたものの、1988年のヨーロッパゾーン決勝でイギリスを5戦全勝で破り、オーストリアは初めて世界最上位16カ国によるワールドグループ昇格を決めた。1989年全豪オープンでは、 初めての準決勝に進出し、第2シードのイワンレンドルに2から6、4から6、7から5、5から7で敗れた。ところが、テニスキャリアが上昇期にあった1989年3月後半に、マイアミマスターズで悲劇に見舞われた。ヤニックノアを破った準決勝の1時間後、飲酒運転の車に跳ねられて、左膝に大怪我を負い、 レンドルとの決勝戦に出場できなくなったのである。この治療とリハビリのために半年以上のブランクを余儀なくされた。治療期間中もボールを打つ練習をするために彼は特別仕立ての椅子を使ったという。その逆境を乗り越えて1990年には男子ツアーでシングルス3勝を挙げ全仏オープンでアンドレス・ゴメスとの準決勝に進んだ。 1990年はオーストリアがデビスカップでチーム最高成績となるワールドグループ準決勝進出を果たした年でもある。この活躍を評価されて1990年度のカムバック賞を受賞した。1992年バルセロナ五輪にオーストリア代表選手として出場したがシングルス1回戦でフランスのアンリル・コントに敗退した。1995年 全仏オープン男子シングルス決勝では6年ぶりの優勝を目指したマイケルちゃんに7から5、6から2、6から4のストレートで干渉し、オーストリアのプロテニス選手として最初の4大大会優勝者になった。1996年2月12日、ムスターは同国のテニス選手として初めて世界ランキング1位になる。しかし、 大会前年優勝者として臨んだ1996年、全仏オープンでは4回戦で、ミハエル式ヒに敗れ、大会連覇を逃してしまう。その後のムスターは、1997年、全豪オープンで8年ぶり2度目の準決勝進出があり、第1シードのピートサンプラスに1から6、6から7、3から6のストレートで完敗している。 1999年全仏オープンの1回戦でニコラス・ラペンティに敗れた試合を最後に32歳で現役を引退した。2010年にムスターは42歳で現役復帰を発表した。ATP チャレンジャーツアーや地元のオーストリアをオープンやエルステバンクオープンに出場したがツアーレベルの大会では勝利を挙げることはできず2011年に再び引退した。 トップスピンストロークを得意とするムスターは、クレイコートで抜群の強さを発揮したが、対照的に芝コートには苦手意識が極端に強く、ウィンブルドン選手権では一勝も上げられなかった。全米オープンでは、1993年、1994年、1996年のサンドベスト8入りがあった。交通事故のハンディキャップを克服した強靭な精神力の持ち主であり、 ムスターは、当時の男子プロテニス界で最も大きなうなり声を、放っていたという。その気象の激しさから、野獣、怒れるお牛と形容されたこともあった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。